ちこんなにリョウコのこと好きならさ、うん、リョウコの CM 作ったらいいと思わない？いいね大人の香りよ、リョウコを使ったの。ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバスイココロです。弟のオトです。実は今ロート製薬の商品で話題になっているものがあるんです。おお、仕事してる。だって私公式ですから。うん、それがこちら。え、今の何？リョウコ薬用ボディークレンズ。ナチュラルな甘い匂いが特徴のボディークレンズで、大人の女性を中心に幅広く人気なんです。私も実は愛用してます。いやー、これはねー、いいでしょう。実は僕も愛用してます。それ誰の？自分の買ったの？いや、だって家にあるでしょ。いや、あれ私のだから。え、やっぱ音使ってたの？いや、ダメだよ、お姉ちゃんのだから。いや、ごめん。ポリでなんか甘い匂いするなって思った。いや、そうだから、めっちゃいい匂いするからさ、だから気になっちゃってちょっと試しちゃったんだね。まあね、男性もいいんだけど、うん、自分の買いなさい。別にいいじゃん、家族だから。家族だからってそういうことじゃないよ。いや、自分の買いなね。姉ちゃん買ってよ。え、社員でしょ。まあ、それは後で話そう。ごまかされた。でね、うん、今からそのデュオコの魅力についてお話ししたいと思うんだけど、うん、まあ今はね、音が言ったように本当にいい匂いするの。しかもさ、うん、汚れとか皮脂だけじゃなくてさ、うん、匂いを殺菌してくれる、そう、殺菌成分、ケアしてくれる殺菌成分が入ってるんだよね。いや、よく知ってるね。偉いね。ちょっと調べちゃったから。いや、もう本当にそう、いろんなね、殺菌成分もあるし、うん、白デーっていうのも入ってたり、うんうんうん、ビタミン C 誘導体っていう潤いの成分もね、入ってるの。だから、本当いいことづくめ。女性にはもう絶対おすすめ。男性もいいよ、これ。そう、男性もね、全然おすすめです。でしょ？使っている方、今多いらしいから。はい。あ、もう自分の買いなんだよ、本当に。いや、買ってよ。いや、まあ、それは。てか、使っていいでしょ？ダメ。あれ、めっちゃ、もう重宝してるから、私。もう慎重に使ってるから。俺も重宝したい。自分の買いな。思ったんだけどさ、私たちこんなにリョウコのこと好きならさ、うん、私たち二人でリョウコの CM 作ったらいいと思わない？いいと思うよ。いいと思う。作っちゃおう。作っちゃったら、こっちのもんだよ。作っちゃったら、こっちのもんだよ。それじゃあ一緒に CM 内容を考えましょう。イエーイ。ほぼほぼ終わってます。わ、全然終わってないよ。やっぱ女性が主じゃないですか。だから私がちょっと表に出ていい香りをまとわせて、音が、うん、なんだこれ、え、めっちゃいい匂いじゃねえか、つってって言って、私がそうなの、大人の香りよつって、大人の女性の香り、うん、デオコを使ったの。いや、薬用ボディークレンズ、このデオコ使ってくださいね。何回も言ってる通りさ、男性が使ってもいいでしょ。だからまあ、ね、いいけど、すごいいい香りがするし、まあね、男性にすごいおすすめできる商品ってことは、俺がやっぱりこう前に出るべきじゃない？いや、前に出る必要はないと思う。やっぱ男性メインのこう CM をさ、私の3歩後ろぐらいにいればいい。なんで3歩後ろなの？3歩後ろぐらいにいればいい。3歩後ろでちょっとエキストラとしてお母さんとお父さんを配置して、で、ちょっと、どういうこと？通行人になってもらって、こう私たちから香りのね、オーラを身にまとって、お父さんとお母さんがこうわって、あ、2人で匂いまとって、で、こう、あの面白いじゃん、これ。2人でこう、そう、あの、匂いまとわせてるオーラを出してまといながら、肩で歩いて2人揃って、デオコ薬用デオドラントボディークレンズ。いや、ボツです。これはボツです。あ、ボツ。もうちょっとなんかちゃんとしようよ。ただいま。おかえり。あれ、外から帰ってきたのに甘い、いい匂い。気づいた？一体どうして？それはね、匂いまで綺麗に洗える殺菌成分配合のあれを使っているからだよ。年齢とともに減少する甘い香り、ラクトを含むスイートフローラルの香りのあれのことね。そう、デオコ薬用ボディクレンズ。デオート、それ私のデオコでしょ。いっけね、バレた。こら、イエー、逃げろー。ロート、どうだった？いや、何あれ最後。え、めっちゃ楽しかったじゃん。いいね。めっちゃ恥ずかしいよ、あれ。いや、めっちゃうまかったよ。あ、いっけない、バレた。いや、恥ずかしいわー。うるせえ。あれはもう最高でしたね。いや、もうバッチシでした。我が弟よくできておる。うるさい。まあね、これを見てね、少しでもデオコの PR になったんじゃないかと思いますので、うん、皆さんぜひデオコ使ってみてくださいねー。おつねばー。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思って
こちらチャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンを